はい、皆さんこんにちは、リュウです。それではですね、前回から、の続きから始めたいと思います。前回の終わりにですね、今回次回で終わりにするか、それともあと2回ほど続けて終わりにするかっていうことでお話ししてたと思うんですけど、ですね、前回の建築でですね、ほぼこちらの居住地の建築が完成しまして、建設がですね終わりましたので、今回のですね3をもちまして、テンパイズの断崖編はですね終了とさせていただきます。それでですね、今回の動画は、またご紹介の動画となりますので、どうぞその点をご理解いただいてご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。ご紹介していきましょうね。はい、ですね、テンパイズの断崖はですね、まあこういう風に上がってくるんですよね。はい、でこちらがだいたい入り口になるんですけど、まあですね、また同じようにここにガードタワーを配置してます。そしてライトですね、やっぱ暗くなるのでライトをつけてます。この2つですね。で、はい、こちらがですね、キャラバンガードの休息所ですね。こちらにやってきてくれます。でこちらはクッキングステーションと、グリルですね。でこの小屋はですね、もともとある小屋なんですけど、この小屋はですね、ここの地主の2人が寝泊まりしているところですね。でこれはボルトテク、人口管理システムですね、ここに置かせていただきました。はい、ここで無職の人とかに割り当てることができますのでですね、はい、閉めます。でちょうどですね、場所的にも面白い、いいかな、雰囲気が出ていいかなということで、ここにはですね、スカーベンジングステーションのですね、こう棚とか、道具箱とか置いてます。はい、でこちらはですね、ガードですね、検問所、一応3つほど置いてます。まだここ人がですね、4人ほどしかいませんので、あ、5人に増えたな、よかったよかった、いませんので、まだちょっといろいろ配置はできないんですけど、置いてますね。はい、でこちらですね、こちら給水塔です。かなり大きい給水塔ですね。はい、でタレットはですね、至る所に、至る所っていうか、要所要所に配置しております。そしてタレットはですね、やっぱりちょっと高いところに置くのがいいので、こういうふうに土台を作って置くようにしてますね。はい、それではこういきましょうか。で2つ目の像ですね。はい、で私は配線が垂れるのが嫌なので、こういうふうにですね、ところどころにパイロンを立てて、なるべくこう配線が垂れないようにしてます。はい、こちらもあれですね、タレットが置いてますね。はい、ここはですね、よく襲われやすいロケーションですので、なるべく防御は、固めるようにしてます。で、はい、ゴリラがですね、一応2匹います、ここには。はい、ドヤ顔でのしのし歩いてますけどね、ドヤ顔で。めっちゃこっち見てるけど。で、ここもタレットを置いてますね。はい、そしてですね、この周辺がですね、この花、バラの花なんですけど、これをずっとぐるっと置くようにしてますね。はい、置けるところだけなんですけどね。でこっちもちょっとガードが甘くなっちゃいけないので、一応ガードができるように置いてますね。検問所とタレットですね。でですね、この真ん中が、この土地の真ん中はですね、農場になってます。でマットフルーツがですね、結構在庫っていうかストックがありましたので、マットフルーツを中心にですね、どんどん植えていくようにしてます。でこちらもですね、このスペースも使えますので埋めてます、マットフルーツでですね。でここは入り口ですね。ここにはベルが置いてます。これを鳴らすと入植者が集まってきます。でボルトボーイの像とボルトガールの像ですね。で木をですね、これ植えたんですけど、なかなかちょっと自分もちょっと成り行きっていうか直感で植えたんですけど、なかなかいい雰囲気が出ていいかなと思ってます。でこちらが募集無線ビーコンですね。でこちらがサイレン、敵襲があったりすると鳴らしますね。するとサイレンが鳴り響いて、みんなが警戒態勢に入ると。でこちらがあれですね、ポンプですね、ウォーターポンプですね。ちゃんと水も溜まっているようですね。でこちらも、こちらはバラモンの餌場なんですけど、まだ誰も来てないですね。誰もっていうか、まだバラモンがいないですね。人が増えてくると多分連れてくるとは思うんですけど。でこれはウォーターポンプですね。はい、ちゃんと水も溜まっているようで、よしということですね。やっぱ夜になった時もご紹介し、させていただきたいんですけど、明かりをですね、結構つけましたので、かなり明るくなってます。
で、こういうバレルもですね、一応まあ雰囲気作りと光源確保のために、3箇所かなに置いてますね。そしたら中に行きましょうかね。はい。ですね、今回はですね、ここはちょっと高さ制限がありまして、あんまりその高くなくて低かったですね。だからちょっと、あんまり高いのは建てられなかったんで、まあ建てるつもりもなかったんですけどね。ちょっと、あんまり高い建物、ある程度予想より低かったかなっていうのがあったんでですね。ちょっとその点が、ちょっと残念だったですけど、まあ、それでもちゃんと建てれたんで、まあ、なんとかいいかなと思います。ここは、まあ、くつろぐ場所ですね。はい。では、一応テレビも置いてます。ラジオも置いてますけど、今はつけてませんね。では、ミニツメンの旗が、こっちがですね。ミニツメンの旗を2つあってます、ここに。で、ここはですね、タバコを吸う場所ですね。で、一応換気扇をここにつけて、で、これ、ファンですね。これ、してます。この人たちはおそらく無職の人だから、後で仕事を割り当てましょう。で、タバコ販売機と、まあ、ここも同じように、こうやって、今座ってら、人が座ってますけど、こういう感じでくつろいでくださいということですね。では、上に行きましょうか。で、2階はですね、まあ、ちょっと運動できる、ウェイトリフ、ですね、バーベル、ウェイトベンチが置いてあったりとか、あとは、ここは主に寝る場所にしてます。で、ベッドを置くと、ちょっと場所を取りますので、寝袋をですね、ちょっとまあ、見栄え的にあんま良くないですけど、こういう風に並べてですね、まあ、皆さんが寝るような場所を確保してますね。で、ウォーターサーバーですね。で、3階ですね。3階はですね、お店置きたいっていうことだったので、お店置いてます。ですね、こちらが、これは服屋さんですね。で、これが、食事、売るとこですね。で、まだ人が誰も配置されてないので、寂しいですけど、これが武器ショップ。これはソーダーマシンですね。おなじみの。で、これはスロットマシンですね。で、これがですね、診療所。そして、これは、防具屋さんですね。で、こういう風にですね、普通、まあ、だったら、こう、私、横一列にダーって並べてたりしてたんですけど、今回はですね、ちょっと、こういう風に、囲むような感じでですね、全体的に店を置いてます。ということですね。大体こんな感じですね。じゃあ、ちょっと夜になるまで待ちましょうか。何時ぐらいがいいかな ?9 時間ぐらい寝て、ちょうどいい時間になるかもしれない。うん。9時半ぐらいになるから。ちょっと夜の、様子をご紹介させていただきたいと思います。はい。そうですね。はい、こっち行きまーす。そしたらですね、夜の雰囲気のご紹介なんですけど、まずここ入り口ですね。はい。まあ、ちょっとまだ薄暗いですけどね。こういう感じですね。で、こう入っていきます。ここら辺はですね、ライトを今つけてるので明るいんですけど、全くつけてない状態だったらですね、ものすごい暗かったんですよ。だからちょっとそれは良くないっていうか、ちょっと光源をですね、最高を重視するっていうことで、テーマ掲げてますので、それじゃったらちょっといけないのでですね、ちゃんと明かりをところこつけたらですね、結構雰囲気が良くなって、はい、明るくなりましたね。で、ここもですね、農場もですね、こういうふうに、上から照らすようにしまして、まあ、暗いとこでも一応、夜になっても作業はできますという感じでですね、だいぶ違いますね、こうやって。で、前の建物ですね、やっぱり明かりをしっかりつけてるので、暗いとこからも、夜遅くなっても、で、また遠くからでもですね、こう、やっぱ見えるので、やっぱランドマークにも、ね、前の動画でも言ってましたけど、なってもいいかなって、ランドマークになるから、それでいいかなということでですね、結構、自分で建てて言うのもなんですけど、明かりをしっかり確保してよかったなと思いますね。で、こういう感じでですね、転売所の断崖編はですね、終了させていただきます。ものすごい、ここはそんなに広くないからですね、あんまりこう、建てるにしても、そこまで時間はかからなかったかなというのはあるんですね。で、やっぱり土地がですね、前回のここですね、地元や前哨基地と同じで、あんま狭いですので、だからそこまで手間はかからなかったですね。あと、ここは何人増えるかっていう、人数がですね、入植者の数が何人まで増えるかっていうことで、ちょっとそれを気をつけつつですね、また、
やっていこうと思います。それではですね、もうちょっと今表示しましたけど、次はですね、次回のロケーションはこちらですね、スターライトドライブインに、しようと思います。本当はですね、こう行こうかなと思ったんですけど、こう行くとですね、ちょっと待って、ここをどうして繋いでいくって、こうかっていう風になっちゃったんでですね、要するにじゃあこうって繋いでいこうかなっていう風に一応考えてるんですよね。で、ですね、そういうことで、ここもすでに22人もいますので、こちらもちょっと早急に取り掛かろうとは思うんですけどね。じゃあですね、そういうわけでですね、テンパイズの弾劾編はですね、このパート3をもちまして終了させていただきたいと思います。次回は、スターライトドラブインのロケーションを建築させていただきたいと思いますので、またご視聴いただければ幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。何かですか、ご質問等あればコメント等いただけますと、幸いです。それではありがとうございました。失礼いたします。